今回は一級魔法使い試験に登場したビアベルについて解説します。一級魔法使い試験者の中でもかなりの実力を持っているビアベル。彼の外見は鋭い目つきに銀髪、そして派手な衣装を身にまとっているのが特徴的です。その見た目から視聴者人気も高いのですが、彼の年齢はなんと約34歳ということが判明しています。パッと見20代に見えるので結構びっくりする事実ですよね。ちなみにこれは本人が語っていた、ちょっと前まで20代だったという発言や、過去回想シーンが29年前だった点、そしてその当時4から5歳だったという情報から現在33から34歳だと推測できます。ちなみにこの情報が判明した後、一部の視聴者からおっさん呼ばわりされているとか、ちょっと前まで20代という発言から年齢を気にしているのがわかるので、あんまり言わないであげてください。原作では色合いが白黒なので、髪色や服装といった色がわかりにくいですよね。アニメ版では各キャラのカラーリングが明らかになり話題になりました。また彼は寒い北部地方で生まれ育ったこともあり、暖かそうな服装をしています。無色転生のオルステッドに似ていると思ったのは私だけではないはず。そんな彼は見た目が派手で鋭い目つきなので、やや悪者っぽい印象を受けますよね。しかし試験中では仲間を見捨てなかったり、リーダーシップを取ったりと心優しい一面も持っています。他にも好戦的という一面もあり、一次試験ではフェルンが所属する第4パーティーに対して奇襲を仕掛ける場面も見られました。ビアベルは魔法のことを殺しの道具と語っています。このように割り切った考えを持つ彼は、北部魔法隊の隊長としての活動経験がある実力者。魔族のみならず、戦場に出てきた子供や女性なども殺してきたと自身で語っていました。必要な殺しなら殺人も厭わないという前線で戦ってきたからこそ出てくる言葉も発しています。まさに敵に回すと怖い人物と言えますね。仲間に対しては心優しく、敵の場合は殺しを避けないので、彼は敵味方のメリハリがしっかりできているのでしょう。ただ殺しはするものの、殺す猶予を欲しがっている描写もあります。これは殺す覚悟を決めるための時間であるとビアベルは語っていました。そのため彼はなりふり構わず殺せるわけではありません。北部高原で育った彼は小さい頃からヒンメルの冒険譚を耳にしていました。ただ商人の護衛や単なる荷物運びといったことに対してつまんない話と思っています。しかし勇者ヒンメルが死んでから、ビアベルは彼の偉大さに気づきました。ビアベルが自分をここまで連れてきたのはヒンメルの冒険譚と語っています。そのため彼が魔族と戦うようになったきっかけはヒンメルと言えるでしょう。またヒンメルの株が上がってしまいますね。きっと天国で自慢げにしていることでしょう。また彼は故郷に対して特別な思いを感じており、故郷を守るためなら何でもするという旨の発言もしていました。他にも困っている人がいたら極力助けるという心がけを持ちます。これもヒンメルの冒険譚によるものだと推測できますね。早々のフリーレンといえば、キャラクターの名前がドイツ語モチーフになっているとされています。フリーレンがコールだったり、フェルンが遠いであったりと、そのキャラに合ったものが付けられていますね。ビアベルはドイツ語で渦といった意味を持ちます。これはビアベルの使う魔法が渦のように相手を拘束するからと考えられます。加えてビアベルは公式 SNS で行われた人気ランキングで第19位に入賞していました。19位と聞くと微妙に思うかもしれませんが、勇者パーティーであるハイターが11位でアイゼンが17位なので、ビアベルはかなり前線したと言えますね。悪っぽい風貌に対して心優しいというギャップが彼の人気の秘密かもしれません。ちなみにアニメでのビアベルの声優は谷山紀章さん、黒子のバスケの氷室達也や進撃の巨人のジャン・キルシュタインの声を担当されている声優さんです。谷山さんの演技力の高さがぴったりハマっていますよね。先ほども紹介したように、ビアベルは魔族が活発に活動している北部で魔法隊の隊長として戦っていた実力者です。また初登場時の等級も2級魔法使いだったため、2級と3級が入り混じった1級魔法使い試験者の中では相当強いと言えるでしょう。そんなビアベルが使う能力はソルガニール。この魔法は人間以外に動物も拘束することが可能です。拘束魔法の中ではかなり使い勝手が良いと言えるでしょう。また使われた相手は魔力操作も封じられます。効果は視線を離すまで持続するため、怠慢の状況であれば抜け出すことは不可能。このようなビアベルの魔法に対して同じパーティーだったエーレは勝つための卑怯な魔法と語っていました。ただ視界全体に全身を収めないと拘束できない点がデメリットです。そのため多人数戦では生きにくく、試験中も発動していませんでした。彼の強さはその経験値の高さにあるでしょう。北部魔法隊として活動していた経験に加えて、国同士の争いに派遣されることもあったと本人が語っていました。ちなみに北部魔法隊とは北部で活動している魔王軍の残党と戦う集団であり、基本的には魔族専門の兵士です。そして子供や女性が戦場に駆り出された時でも必要な殺しなら行ってきたという地獄のような経験もしています。このような経験をしてきたからこそ、魔法は殺しの道具といった割り切った考えを持っているのでしょう。人間を殺すことはあってもためらうことがあるようで、まだ人間でありたいという心も残っています。こういった魔族のみならず人間も相手にしてきたことで、彼は戦闘経験をつけていったと推測できますね。
また彼は自身の魔法を戦闘中に使うのではなく、殺すための時間稼ぎとして利用しています。これは殺すことに抵抗があるため、覚悟をつけるための時間と本人が語っていました。作中では高速魔法以外の魔法を使っている描写はあまりありません。ですが、いくつもの殺しをやってきたことを考えると、まだ何かの魔法を使えそうな気がしますよね。ゼーリエから2級魔法使いの中で一番の武闘派と語られていたので、強力な戦闘魔法を隠している可能性も考えられます。彼は1級魔法使い試験にも合格しているため、特権として強い魔法を受け取っているかもしれません。彼の考えから、殺しに特化した魔法を求めていそうです。そう考えると、もし今後の展開でフリーレン一行と再会することがあれば、もっと強くなっているでしょう。ディアベルは他の魔法使いとは違い、かなり短い杖を使っています。先端に三つ股の刃がある点が特徴的。ユーベルを殺そうとしていた時はこの杖を取り出しており、攻撃魔法を繰り出そうとしていました。リーチでは不利を取っているように見えますが、ユーベルとの戦闘ではそのリーチの差を実力でカバーしていました。またその小ささからは小回りが効くようにも見え、素早い動きもできると推測できます。その強さと経験を生かして、味方の指揮を取る司令塔的な役割もこなしていました。試験後は北部に戻っていることを考えると、フリーレンたちと再会する日はそう遠くはないでしょう。ただ北部は魔族の活動が活発な地域なので、出会う頃には苦しい展開である可能性もありますよね。しかもビアベルには不穏な匂わせがあります。それは彼が優しい魔法使いであること。コミックス74話ではゼーリエが、優しい魔法使いは長生きできんと語っています。ゲナウの友人も見ず知らずの子供をかばって死んだと語られていました。困った人がいれば助ける点や、故郷を守るために戦う点を踏まえると、ビアベルは相当優しい魔法使いに分類されるでしょう。ゼーリエによる不吉なジンクスが当てはまらないような展開に期待したいですね。ディアベルはその能力の高さから、一級魔法使い試験でも活躍を見せてくれました。まず一次試験でのこと。試験内容は3人1組のパーティーを組んで、シュティレを捕まえて生き残れば合格という単純なものです。ディアベルはそこで2級魔法使いのエーレ、3級魔法使いのシャルフと同じ第8パーティーになりました。パーティーの中では切り込み隊長兼リーダーという役割を担っています。隊長である経験を生かしてのことでしょう。彼は木の陰に潜み、フェルンが所属する第4パーティーに奇襲を仕掛けます。殺すつもりで撃ったものの、フェルンに防御されてしまいました。彼が奇襲を仕掛けた目的は、試験合格に必須となるシュティレの奪取。第8パーティーはまだシュティレを入手できていませんでした。ディアベルが奇襲を仕掛けたことによって、第4パーティーとの戦闘に発展します。エーレはフェルンと、シャルフはラントと戦うことになりました。そしてディアベルはユーベルとの対マンをすることになります。ユーベルは3級魔法使いという格下の等級ではありますが、過去の試験で1級魔法使いを殺害した経験を持つ強者。苦戦を強いられると思われましたが、ディアベルは彼女を拘束します。彼に拘束されたユーベルは魔法どころか身動きを取ることもできません。殺すことも簡単と語っていた彼は、ユーベルに対してシュティレを渡すことを提案。そこでユーベルはシュティレが入っていたカゴを放り投げます。気を取られたディアベルは彼女から目をそらしたため、結果的に魔法を解除することになってしまいました。とっさに攻撃されたディアベルは防御することができず、目の近くに傷を負ってしまいます。観察眼が鋭いユーベルに高速魔法の弱点を見破られてしまいました。ただ目を攻撃したことに対して疑問を覚えたディアベル、殺すつもりなら目ではなく首を狙うべきだと彼は語っていました。首を切ったら相手が死ぬため、そこで試合終了ですからね。その姿を見たディアベルはユーベルを、殺しを楽しむ変態と例えていました。彼が戦場で戦ってきた魔族の中に、ユーベルと同じようなことをしてきた人物がいたそうです。そのため彼女を殺すべき存在と考えており、ディアベルはその場で殺そうとしました。この場面でユーベルは時間稼ぎをしようとします。ディアベルも殺すための覚悟の時間として猶予を欲しがる癖があるので、彼女の時間稼ぎに乗りました。しかし一通り話してユーベルがもういいと語っても、彼はまだ殺しません。おそらく覚悟を決める時間としては足りなかったのでしょう。根が優しいため、かなりの時間を必要とすると推測できます。ただそれがあだとなり、フェルンに背後を取られました。そこでフェルンによってエーレが殺されたと伝えられたディアベルは潔く撤退します。その後シャルフがラントに敗北し、第8パーティーは敗走することになりました。しかしその道中で運よくシュティレを発見します。彼は自身の高速魔法でシュティレを捕獲し、第8パーティーは合格することができました。ディアベルは2対1という不利な状況を作り出されてしまったため負けてしまいましたが、ユーベルとの1対1では彼が圧倒していたと言えるでしょう。ラントとエーレが負けてディアベルが勝利したことを踏まえると、彼は第8パーティーの中でも実力は上であると考えられます。第8パーティーが試験通過できたのも、ディアベルが完全ダウンしなかったからでしょう。一次試験終了後はシャルフと共に行動している姿が描かれ、フレッサーの討伐に向かっています。そこで偶然出会ったシュタルクをスカウトし、フレッサーを討伐。ディアベルは人を見る目もあるようですね。またその時にシュタルクの部の神髄を見たと語られていました。次に二次試験でのこと。二次試験は霊落の応募という難関ダンジョンの攻略です。
霊落の王墓は未踏破のダンジョンで、多くの冒険者が帰らぬ人になったと語られていました。ただその合格条件は最深部にたどり着くことという単純なもの。ディアベルは一次試験と同じ第8パーティーで攻略を挑んでいます。よく知らない奴とは組めないと語っており、合理的な一面も見せていました。攻略開始して間もない頃、エーレがディアベルの複製体によって拘束されます。しかし彼は味方に指示を出しながらこの状況を冷静に対処しました。自分や味方の弱点を知っていたからこそ適切に対処できたのでしょう。この場面でもディアベルの経験値の高さがうかがえました。脱落者が出る中、二次試験の参加者は続々と最深部へと集まっていきます。ディアベルたちは最深部へと向かう道中でメトーデに遭遇。そこでフリーレンが複製体の足止めをしている話を聞きます。また一級魔法使いのゼンゼの複製体が倒されたことに対して彼は驚いていませんでした。それはビアベルが彼女と戦ったので、ユーベルの能力について深く知っていたからでしょう。またゼンゼとユーベルの相性なら後者に分があるような発言もしていました。ビアベルたちはメトーデから危険視されているデンケンの複製体の足止めを任されます。1対3という有利な状況もあり、足止めに成功しました。疲労困憊になりながらも最後はダンジョンの最深部までたどり着いた第8パーティー。無事二次試験も合格して三次試験に進むことができました。最後に三次試験のこと。試験内容はゼーリエとの面談という至って単純な内容。ただフリーレンがゼーリエの直感はいつも正しいと語っているように、見る目は本物であることがわかります。二次試験に合格した実力者が次々と不合格とされていく中、ディアベルの番となりました。不合格者は会話すら許されませんでしたが、ディアベルはそのチャンスが与えられます。ゼーリエから二級魔法使いの中で一番の武闘派と言われているので、名前が知られていたのでしょう。彼はゼーリエを一目見て勝てないと判断しています。その判断理由は恐怖ではなく、勝てない勝負を避けたためと自分で語っていました。最後にゼーリエから好きな魔法について聞かれます。ここでビアベルは、魔法ってのは殺しの道具だぜ、好きも嫌いもあるかと回答。この考えに対してゼーリエは合格を言い渡します。これによりビアベルは一級魔法使いとなりました。特権の授与式がありましたが、ビアベルの真意は描かれていないため、どんな魔法を手に入れたのかは分かっていません。今後再登場した時に深く描かれるでしょう。またシャルフが落ち込んでいた時には慰めている描写もありました。ビアベルは試験後の様子も描かれており、そこでフリーレンと会っています。読書をしていた彼女の近くでおばあさんが果物を落としてしまいました。フリーレンは拾おうと迷ったものの、結局無視しています。しかしそこでビアベルがおばあさんを助けました。ただおばあさんをババア呼びするなど、やや気性が荒い面も明らかになっています。そこで彼が一級魔法使いを目指すようになった目的が、ヒンメルの冒険団によるものだと語られました。まさに現在のビアベルはヒンメルによって形成されたと言っても過言ではないでしょう。またオイサーストから去るときは、シャルフとエーレと共にキロについています。ビアベルには故郷に幼少期から思っている人がいることが分かっています。しかし具体的な人物は明かされていません。そのためネット上では日々彼の思い人について考察がされています。思い人について分かっていることは大きく分けて2つあります。1つ目は髪の長いおとなしそうな人で、ビアベルと同じくらいの年齢。2つ目は現在はビアベルの故郷におらず、家族揃って中央諸国に逃げたということです。そこで候補となる人物を2人ほどピックアップしました。1人目はエーレ。ビアベルと1級魔法使い試験で共に行動していた2級魔法使いです。彼女は過去にビアベルにより故郷の村を救われており、これがきっかけでエーレは彼に片思いしているような様子も描かれました。髪も長く特徴は一致しています。しかしビアベルが故郷の村を救った時、エーレはまだ少し子供だったので、可能性は低いかもしれません。またアニメ化されて髪色が違うことが判明しているため、さらに可能性が低くなったと言えます。ただ同じ故郷である点、特徴が一致している点を踏まえると、思い人がエーレである可能性はゼロではないでしょう。2人目は全然。彼女は一級魔法使いでビアベルが参加した試験にも二次試験の試験官として活動していました。ゼンゼは髪が長い点が特徴で、見た目からおとなしそうな人物だと推測できます。外見の特徴はかなり一致していますよね。また漫画版では髪色が分かりにくいですが、アニメではゼンゼと思い人の髪色がかなり似ていました。ちなみにビアベルの年齢が34歳程度なので、思い人の年齢も現在では同じくらいの年齢でしょう。ゼンゼの年齢は明らかになっていません。ただ現在の試験を合わせると合計で5回一級魔法使いの試験官を担当しています。一級魔法使いの試験は3年に一度開催されるので、彼女が一級魔法使いになって15年は経過していると言えるでしょう。そう考えると彼女の年齢は30代を超えていてもおかしくありません。もし彼女が一級魔法使いになった年齢が20歳前後だとすると、ビアベルの思い人である可能性は十分にあるでしょう。エーレとゼンゼを比べると年齢的にもその容姿からも、ゼンゼの方が思い人である可能性は高いと推測できます。ビアベルが再登場した時に詳しく描かれる展開に期待したいですね。今回はビアベルについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。